もうかれこれ2時間以上ここです、代々木駅。ただ一つ残念なお知らせ、一ついいですか。お水がもうなくなってしまいましたまだ10メートルも進んでない。あんだけあって進まないでしょ。こう進むんだけど、意外と同じかなと思うんだけどね、なんか形が違う葉っぱがいるの。ここら辺の苔とここら辺の苔違うから、ほらどんどん緑色になるよ。でまたここ銀河系エリア、こういうのを見てるとね、苔の名前知らなくてもいいとか言ってるけど、なんて名前なんだろうなってやっぱ知りたくなる。こんだけ葉っぱが違うのに出会えるから、都会なのに。見てこの銀河系、ちょっと写真撮っていいですか。これいいよね、やっぱ。あー美しいわ。はいはい、銀河系はねずっと見てられるね。さっき苔のラビリンス入っちゃったでしょ。ああいう下に這いつくばらなくても、あのこうやって膝も汚れずにできる。あと意外と恥ずかしくないね。いいよ、やっぱ銀河系は神秘だよな。かっこいいもんね、佇まいだけじゃなく羽振りが。これぜひやってほしい。霧吹きでルーペも100円ショップとかで売ってる10倍ぐらいのルーペで十分。今度それも紹介もしよう。やっと30メートル、すみましたやっと30メートル、もうちょい行ってみようかね。もうちょい行ってみましょう。いや、本来ならもうずっと水かけて歩きたいんだけどね。やばい、もう半分、また半分切った半分切った、半分切った、やばいやばい。何これ。あ、これも多分地衣類、黄色色の地衣類とかいいんだけど、気がついたら苔にも地衣類がついちゃって。地衣類も苔類も昔は一緒に苔って言われてた時代があるので、仲がいいんですよね、もうこいつらは。あ、これ何？キイチゴ？食べてもいい系？でも美味しそうじゃない？多分マッスンだったら食ってるねマッスンあいつだったら食ってるよ、うん、あーほらこいつかわいいな。うわー、これかわいいな。これ苔の植木鉢。これヒナのハイゴケだと思います。かわいい。これかわいい。こうやってこう何十メートルも
100メートル近く歩いてくると、場所によってはなんか苔の種類も少しずつ何なのか変わってきますね。残念なお話、お水終わりましたこれマックスです。終わりました。使い切りました。600ml2 本だから 1.2L、 あっという間だよねこの距離だったら。まだ続くのですが、お水がなくなったので今回のコケロケ終了したいと思いますありがとうございました。じゃあまたね、こういうこの雨が降った日とか、この東京に皆さん遊びに来れるようであれば、ぜひぜひ見に来てあげてください。それじゃあまたバイバイ。なんでお前カラカラになったからお前閉めるのかよって。違うよね、ごめんね。